初めてのベルーナドームでの登板を迎えます。大きな大きな拍手やファンの期待感。1年生の秋からその大学時代は投げてきました。4年生になってからは6勝負けなし、防御率 1.40 で春の MVP、 ベストナイン。今では粘られるんですよね。センター方向ですが、ショートが回り込んで掴んでいます。ワンアウト。大きなカーブから入ってきました。もう1球ツボはあります。リチャード、まっすぐ勝負できました。149キロ、まさに緩急という投球、最後押し切りましたね、力で。そうですね、本当は危険なんですけどね。ツーマシン、ツーストライクからね、カーブでいった。3-1、連携も決まって青山美奈子、ベルーナドームオープン戦のデビュー戦、見事に9回三者凡退でゲームを締めくくるピッチングになりました。ご覧の通り、今日は継投での完封リレーになりました。ライオンズ3対0でホークスを破っています。